イメラジオ第2081回、今日は令和2年4月5日日曜日です。時刻は午後9時、横浜港北、日曜日の夜ですね。今日は午後遅くに走りに行って、で、急いでシャワーを浴びて、その後、オンラインの授業、宮崎の男子が英語を習いに来ましたね。そのお仕事も終わって、夜も9時過ぎて、イメラジオの放送です。今日はオンラインのお仕事1個しかなかったので、まあ、楽は楽ですね。午後走りに行きましたが、結構人はいました。遅い時間だったんですよ。けれど割と人は出てましたね。ウイルスの影響はどこまで広がるんでしょうか。もうピーク打ってストップの方へ行ってほしいですね。ただ先は見えない。未来の予想もできない。さて、夢ラジオです。2081回目、今回は西田喜多郎、私と汝、こんなテーマでお話しいたします。テーマでというか、この論文を取り上げましょう。私と汝、1932年の論文ですね。私とあなたなんですけど、当時1932年、昭和7年、515事件の年ですね。あの頃、あなたという言い方が、特にこういう書き言葉においてはなかったので、汝と。まあ、今の言葉で言えば、私とあなたと。西田哲学といえば、主客二元を、彫刻しよう。1932年ではちょっと後期になってきますね。だんだんと西田先生、後期に私と汝、主と客をどんな風に捉えたのか。しかも主と客と言っておりますけど、私と汝っていうことはどっちも意識を持った存在者同士、その私と汝がどんなふうな関係にあるのか。つまり主体と客体だったら、まあ見る人はまあ人間でいいとしても、存在者でいいとしても、見られるものはものかもしれませんね。夜空とか観覧車とか、あるいはね、街明かりとか。けれど私と汝ってことは、私もあなたもどちらも意識持った存在者。その時その二人の関係は、汝は絶対の他である、まあ、こんな言い方してますね。汝は絶対の他である、他者である。要するに、私とあなたは違うんです。絶対的にあなたは他者なんです。うん。ですから、私とあなたは一緒ですみたいな、そういうことを西田さんは言わないんですよ。当たり前ですよ。だって違うもん。だから、安易な主客の融合、私とあなたの融合、そういうものではない。だってそれは現実の感覚に全然合わない。だって実体として違うでしょ、人って。合わないのもいるし、嫌なやつもいるじゃないですか。あるいは愛し合う相手であったとしても、やっぱり他者ですよ。絶対の他なのだ。うん、これは西田いいこと言ってますね。で、
ただね、私はその根底において汝を知り、そして汝もその根底において私を知る。汝の呼び声、私は聞く。私の呼び声、汝は聞くと。これをね、応答というふうに西田さん言ってますよ。応答。つまり、あなたが私に何か呼びかけてくるわけ。で、それに対して聞いたんなら答えなきゃいけないですよね。私が応答。で、私があなたに呼びかける。で、その時にそのあなたも私に応答と。で、この応答、この応答を通してのみ私は私自身を知る。つまり私が自分自身知る時にはあなたがいないとダメで、まず私からあなたに呼びかけ、そしてその呼びかけたあなたが私に応答し、で、その応答なしには私は私を知ることはできない。逆もそう。汝が私に呼びかけをし、呼び声。そして私がそれに応答をする。その私からの応答なしには、汝は汝自身を知ることはできない。だから結局、私が私自身を知りたかったら、まあ、これを自己限定と呼んでいいと思う。自分で自分を限定するということを自己限定と呼んでいいんですけど、私の自己限定のためには、あなたいりますよと。で、あなたが自分を限定するときには、私いりますよと。だからその、汝なくして我が自己限定なし。あ、いいこと言ってますね。汝なしには、我が自己限定はないと。まあ、これを西田さんは弁証法というふうに呼んでますね。つまり私が自分自身を知るときにあなたがいりますよと。そのあなたという媒介を通して応答、その応答を通して私が自分自身を限定していくんですってやつです。この西田の弁証法という言葉の使い方が妥当かどうかはともかく、まあ自分自身で悟る、他者いらぬでなく、他者を通して自分を見る、他者を通して自分を知る。自分知るには他者ないとできない。これはなんか共感できるかな。ただし、西田が親しんだ禅ですよね。禅ではどうなんでしょうね。自分を知るときに人いらない？自分で自分を掘り下げることによってのみ、自分は、自分を知る？あるいは自分の、なんていうか、に達することができる？どうなんでしょうか。まあ今、禅の話ではなく、この西田の「私と汝」というこの論文についてお話してますから、少なくとも西田さん、この彼の言う弁証法、つまりあなたを通して私は自分自身を知る、それしか自分の知りようがないという、これはなんかちょっと共感できると、それだけお話ししておきましょう。あと、この論文は、まあ、この書は、なんか時間についても論じてるんですよ。つまり私と汝というこの関係についての論文なんですが、私もあなたも時間の中にいますね。だって時間ないところでなんかすっごい場所で会ってないでしょ。要するに過去に会ったかもしれない、現在会うかもしれない、未来において会うだろうかもしれないが、要するに時の中で私とあなたは会うと。で、その時っていうのをね、西田さんはその非連続の連続という言い方をしてますね。非連続の連続、つまり今はずっと今なのよ。今今今今今今でブツブツ切れてるわけ。それがでもその非連続が連続してる、ずっと続いてるんだと。で、その今、
っていうのは、じゃあどこから生じるかっていうと、なんか過去から生じるって普通思うじゃないですか。過去の何かがあって、今を生じさせていると。で、そこからまた現在から未来も生じるみたいな。ところがね、この論文で西田さんは、その現在は未来から生じるっていう、そういう言い方をしてますね。で、これ京都学派の特徴ですよ。なんかこの現在に未来が影響を及ぼしてくる、あるいは現在において過去と未来が混ざり合うっていう、このテーマですね。ただこれが私にはまだ理解ができない。未来が現在をこう現在に影響を及ぼすとはどういうことなのか。私はやっぱ仏教的な思想に親しんでおりますので、仏教哲学に。で、仏教哲学ではやっぱり過去の因で、ね、現在の果があるっていう、そういう因果の、ね、因果のつながり、因果の鎖、そういう物言いをしますね、仏教哲学では。あれに親しんでおりますから、未来が現在に影響を与えるっていうのはどういうことなのかな。ただし、まあ、これは今後の私の課題にしたいと思うし、西田さんはこの章の中で、その未来が現在に影響を与えるというか、現在は未来から作られる。へえ、そうなのかなと。で、その現在はというと永遠の現在で、もう一瞬一瞬がブツッと切れながらずっと流れていい。そしてその永遠の非連続ですよね。永遠の非連続の中で私とあなたは出会う。そしてあなたからの応答なしに私は自分自身を知ることはできない。なんかものすごい、なんか火花散るような出会いっていうんでしょうか。なんかそういう出会いがなんかここからは浮かび上がってきそうな、そういう感じがします。まあこの私とあなた、それが永遠の、なんて言うんでしょう、永遠のってのはちょっとおかしいね。私とあなたが非連続の連続である今、こうだね、非連続の連続である今、一瞬の今において出会い、そしてあなたを通して弁証法的に私は自分自身を知る。未来が現在に影響を及ぼすとはどういうことか。課題にしておきますね。あと、弁証法とそもそもこれ読んでいいのかどうか、これも考えてみましょう。また、まあ、今回はこの西田さんの「私と汝」という論文を、まあ、取り上げて、こんな論文ですよという紹介に留めておきますね。夢ラジオ第2081回、今回は西田幾太郎著「私と汝」取り上げました。日曜の夜、更けつつあります。